角度でも大丈夫ですか、子供。うん、大丈夫です、はい、そのデータがついてくるのももちろんなんですけど、なんかこうスタッフの顔写真がついてたのが一番分かりやすかったし、その安心できたかなって思って、あとはその YouTube で見たのとかも分かりやすかったです。イメージがつきやすくて。でも私の両親はなんか初めての体験だったから、なんかすごい印象に残ってよかったです。いっぱいやっぱ撮ってもらうっていうのもあって、すごい満足してますね。なんか1時間半も撮ってもらってっていうのは確かにそうですね。でただ写真撮るだけだったらこれからも結構できたりとかするんで、うん、でもああいう撮影みたいなのはない。出張撮影で自分たちが自由に動いてて自然なところを撮ってもらうっていうのは多分あんまりないんでなんかお店に行って撮ってもらう、室内で撮ってもらうのはもう大体ポーズが決まってて、3セット、そこの椅子に座ってて、次立ってじゃあこの手でお願いしますって、もう絶対決まってたんで一瞬で撮影終わってたんですけど、だから全部同じ顔とかになるんですね。そう思ったらなんか子供を見てる時に撮ってもらうとかあんまりないんで、子供にじっと見といてくださいとか言われたのは、なんか自然なのを撮ってもらうっていうのと、あと歩いてる時なんかほとんど人にあんまり撮ってもらわないん でしかも両親とバーって並んでるっていうのなんか今まで写真もなかったし、今までいない写真が撮ってもらってたんです。なんか自分らだけの時間っていう感じが一番大きかったです。え、車降りてきたとこからでいいんですか、それは。ピシッとしてた。ピシッとピシッとしてた。リッチ感がすごい。車もたまたま見たから。でもすごい柔らかく喋ってくれる人かなとは思いました。優しそうだなって。優しそうなイメージ。なんか結構話しかけ、その当時は話しかけてもくれてたんで、緊張がすぐほぐれましたね、こっちは。なんかね、一度も泣かれたことがない。ああ、そうなんですね。なんか、安心するオーラは出てます。多分人間やと思われてる。いやコミュニケーション取りやすかったっていうのが、喋りやすい人でよかったみたいな感じのことも言ってましたよ。今これです。これです。あとこれかな、これもこれです。これです。うん、これですね。なんかものすごい大きい神社であげたんやなっていう感じで見ます。そう、あんまりそんな大きくないから、でもなんかすごい綺麗に撮れてるなと思ったかな。ほわっとしたあのポップな音楽とかじゃなくて、こうゆったりとしたメロディーだったから、その優しい感じが出てたっていうか、その YouTube からなんか母がいろんな人に乗ってるね乗ってるねって言って回して、そうなんか、友達とかにもお宮参り撮ってんっていうので、どんどんなんか YouTube で広まっていって、で見たよあれすごいねみたいなのがすごい感想をかかってきて、残るし、いつでも家にパソコンあるんですけど親もいつでも見れるしっていうのが大きい、消えないから、まあ見せやすかったかな。そう親とかにもそれは大きかったかな。見て楽しんでもらえます。お前向いてよちゃんとひよちゃんと、あ、そうはい、帰るよ。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ご機嫌やかな、ね、よかった、よかったよかったね。よいしょ、前向いてく